脂肪燃焼痩せるリンゴ酢ドリンクお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクを飲むと痩せることができるのかという、その痩せるポイントについて詳しくお話ししていきますね。まず痩せるポイント1つ目です。それはあなたの腸内環境が整うからなんですね。痩せるためには根本的に痩せ体質にね、生まれ変わることがもうとっても大事になってくるんですよ。そうしないとどんなにダイエットを、あれこれ頑張ったとしても長期的に健康で綺麗に痩せるということがね、できないからなんですね。でこのリンゴ酢がなぜ腸内環境を整えてくれるのかと言いますと、ちょっとこちらご覧ください。腸内環境が整うその主な理由の一つが、まずリンゴ酢に含まれているこのグルカン酸がですね、腸内に住んでいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちの餌になってくれるからなんですよね。もちろんそうですよね。その痩せ菌たちがいくら腸内にいてくれてもちゃんと餌を与えてあげないと育ってくれないわけです。もう来たと思ったらすぐサガーってね、いなくなってしまって困るわけですよ。ちゃんとあなたが腸内細菌のその痩せ菌たちをですね、育てるための餌を日々ちゃんと召し上がっていらっしゃいますかっていうことです。その時にこのリンゴ酢がね、もうとっても役に立つんですよね。で結果その大腸内で痩せ菌たちがどんどんこのグルコン酸のおかげで増えてくれるんです。で逆にもしあなたがもういろんなことを試したけれども、もうなかなか痩せないって思い当たることがあるようでしたら、それはあなたが終わるのではなくって、あなたの腸内にいるその細菌の種類がね、悪いだけなんですよ。別名デブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちがあなたのその腸の特にこう大腸内でこう繁殖、要は増えてしまうと、このねデブ菌たちのね餌って何だと思います？もうね、便です。もう便を餌にどんどん繁殖して、もう腸内をね腐らせていくわけですよ。例えて言うなら、その汚い排水口でこう菌が繁殖して、うーみたいな、ああいう匂いってしますよね。もう本当に耐え難いような。とかあとはその、ドブみたいな、こうドロドロヘドロみたいな、あんな状態があなたの実はお体のその腸内で起こっているっていうことなんですよ。もうですよね、もうゾッとしますよね。あんなドブのような状態を日頃あなたがその腸内でですね作っているとしたらいかがですか。もうこれはとんでもないことになるんですよね。だから何をしても痩せることができないわけです。なのでこのリンゴ酢を摂ることでグルコン酸の力で大腸内、特に大腸です、大腸内にその便がたまりやすいので、そこがやっぱりね腐りやすいんですよ。でそれなのに悪玉菌を増やしてしまうと太ってしまうんですよね。なぜかというと、腸が汚れると痩せ体質になることができないですし、そのデブ菌たちが大好物の餌っていうのがね、太る食べ物なんですよ。甘いものとか脂っこいものとか、そういったのがデブ菌たち大好きなんですよね。なので食べたくなってしまうんです、あなたに命令するので。ですからこのグルコン酸の力で善玉菌が増えた、痩せ菌が増えた、そうするとうわーってね、悪玉菌たちがそれーってこう退散してくれる、量がこうぐーっと減ってくれるんですよね。そうすると短鎖脂肪酸がね腸内で増えます。でこの短鎖脂肪酸が増えてくれることで、その悪玉菌がこう住みづらい環境に、なるんですよ。うわー、もうなんか居心地悪いってなるわけです。で逆に痩せ菌たちがわあ綺麗ってね、ここにずっと住んでいたいってね、なってくれるんですよ。まずはその状態を日々のお食事で取る必要がある。で、いろいろ方法はあるんですけれども、簡単なのがこのねリンゴ酢になるんですよ。このリンゴ酢がお酢の中でも一番この酢酸と呼ばれるこの
グルコン酸ですよね。こういった痩せ菌たちを増やすことができる作用が、まあ、要は腸が元気になるんですけどね、その作用がまあ一番大きいと言われているのがこのリンゴ酢だからなんです。ではいきましょう。2つ目、脂肪の代謝を促進してくれます。後ほど項目2番でね、もっと詳しくお伝えできるんですけども、このリンゴ酢というのは脂肪燃焼効果が高いわけです。ですからお食事を召し上がった時に一緒にリンゴ酢を摂ることで脂肪をどんどん燃やしてくれるわけなんですよね。では3つ目、デトックスです。もうこれもとってもね大事なんですよ。先ほどお伝えしたその悪玉菌たちですよね、まあ、要は悪玉菌たちがあなたの便とかその太る食べ物を通った時にこう餌としてね、まあ、どんどん腸を腐らせていくわけなんですけども、そうなるともういっぱいそのまあ要はドブもうヘドロですよね、ああいったのをずっと腸内にこう溜め込んでるわけです。もうそんな状態ではもういくら頑張ってもね痩せることができないんですよね。そのヘドロのような腐った老廃物を一気にうわーっともう大掃除ですしてくれる作用があるのがこのリンゴ酢になるんですよ。では項目2つ目に移っていきましょう。何をということで、今回は脂肪燃焼効果の高いリンゴ酢のドリンクをお伝えするんですが、そのドリンクを作る材料が持つそれぞれの痩せる効果をここで詳しくあなたにお伝えしていきますね。まずベースはやはりリンゴ酢を使います。でこのリンゴ酢が持つ酢酸の働きで、先ほど冒頭でお伝えしました通り、あなたの腸の動き、まあ、要は蠕動運動が良くなるんですよね。その結果腸が綺麗になって痩せ体質になります。でまた血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるんですね。もう太る元といえばいかがでしょうか。糖質ですよね。もうこれがやはりね太ってしまう原因の、まあ、ワースト1、まあ、大事なねあの栄養なんですけれども、やっぱその糖質っていうのはですね、摂りすぎてしまうとどうしても太っていくわけですよね。この糖質を摂るときに一気に血糖値が急上昇するわけです。例えば白米であったりパン、パスタ、うどんとか、それでも小麦製品とかですね、そういったものを召し上がるときにまあ一気に上がるわけです。でその一気に上がる間に脂肪ってガバッとね溜め込んでしまうわけなんですが、では逆にこの急上昇せずに緩やかにですね上昇してくれると、幅が狭いわけですから、その分脂肪を溜め込む率も減るわけですよね。そこで大活躍するのはこのリンゴ酢なんですよね。結果脂肪を溜め込みにくくすることができますということです。そしてまたカリウムが豊富なのでむくみ改善にもなるんですよ。もうこれも嬉しいですよね。もうせっかく体重が落ちたのに見た目がむくんでもブヨブヨタプンタプンだとこうすっきり見えないわけです。なのでこのリンゴ酢を日々召し上がることで、あなたはそのむくみも改善することができます。でまた内臓脂肪をどんどん燃やしてくれる効果もありますね。なので結果代謝が上がって脂肪がつきにくくなっていく体質へと、まあ、生まれ変わることができるわけですよね。そしてまたお酢を摂ることで実は満腹感を得ることができるということで、結果食べ過ぎ防止にもなりますし、また腹持ちがいいわけですから、次のお食事まで間食がねしなくても済むような、そういった環境をご自分で作ることができるんですよ。では次の材料です。白湯になります。もう簡単に言えば、まあ、お湯でもいいです。白湯といってもね、もう極めるともう本当に作るの結構時間かかったり手間がかかりますから、まあ、簡単に言いますとお湯でも大丈夫です。ただ熱々というよりはやはり大体50度ぐらいに冷めた頃のお湯が、まあ、ほぼ白湯に近い状態になりますから、熱々というよりもちょっとお湯を作った後冷めた状態のお湯を使ってみてくださいね。でこの白湯効果というのは、まずあなたの内臓、まあ、要は腸を温めることができます。で結果体温が1度上昇しただけで、実はあなたの基礎代謝がですね 10% から 13% もアップすることができるんですよ。これすごい数字なんですね。代謝を1割近く上げるってこれ大変ですよね。筋肉をつけたりとかですよ、運動したりもいろんなことをしてやっと代謝って上がるんですけれども、この体温を上げるだけで代謝が1割近くも上がってしまうというね、嬉しい効果がありますから、ぜひ冷たいお水や常温のお水よりもやはりぬるめの
左右であったり、まあ、ぬるめのお湯であったり、こういったお湯を使って代謝を上げるというのも一つの方法になります。でまた今回蜂蜜を使っていきます。で蜂蜜というのはやはりねカロリーだけ見るとやっぱり高めなんですけれども、やはりカロリーだけ見てもねダメです。やはり太る元という部分でいきますと、やはり栄養素がちゃんと取れていますかとか、腸内環境を整える効果がありますかという、そういう観点から私はこの甘味料を選んでおりますので、私が腸活の観点からおすすめしますのは 100% の純粋の、まあ、蜂蜜がおすすめです。で特に甘くなくても良いという方はですね、蜂蜜は使わなくてももちろん OK ですよ。でまず蜂蜜というのはもうとにかく栄養価が高いんですよね。蜂蜜をちょい足しするだけで普段取れていない栄養が取れたらいかがですか。もうすごく楽ですし、ありがたいですよね。ということでビタミンやミネラルが豊富なんです。その結果あなたのホルモンの材料ができるわけですから、味覚を調整してくれるホルモンであったり、体重をコントロールをきちんとしてくれるホルモンであったり、そういったものをやっぱりね元気よく作ってあげる元を取る必要があるんですよね。そしてアミノ酸が豊富なので、実は脂肪燃焼効果も蜂蜜ってあるんですよ。そしてグルコン酸、まあ、先ほどのねグルコン酸のお話ですけれども、これもビフィズス菌が喜ぶので、結果善玉菌のもう代表格がビフィズス菌ですから、このビフィズス菌も増やして元気に育てることができます。で蜂蜜はオリゴ糖も豊富に含まれていますから、善玉菌たちの大好物なんですね。そしてポリフェノールも実は入っています。でこれは活性酸素を除去してくれますから、イコール若返り効果があります。アンチエイジングですね。私たち女性にとってはもうとっても嬉しい効果があるのがこの蜂蜜になります。では項目の3つ目です。どのようにということで、今回はその脂肪燃焼効果をさらに高める簡単にできるリンゴ酢のドリンクのレシピをあなたにお伝えしますね。材料と作り方、そして実演を入れた動画もご準備しております。ぜひ最後までご覧ください。まず材料いきましょう。リンゴ酢のお湯割りになります。材料1人分です。まずお湯200ml、こちらはまあ熱々のお湯でしたらちょっと若干冷ましますと白湯になりますから、さらに効果を上げることができます。でまたリンゴ酢はですね、あの添加物ゼロの純リンゴ酢にしてくださいね。どのように見極めるかと言いますと、リンゴ酢を手に取っていただき、裏の原材料名を確認していただきますと、そこに材料が一つだけ、国産のリンゴ果汁 100%、 もうこれだけでできているリンゴ酢であれば、まあ、どこのブランドでも良いと思います。できれば有機栽培のリンゴ酢なんかも最高ですよね。でよく今ありますのが、まあ、飲む、まあ、お酢のドリンクということで、そのままこうストレートで飲めたりするものですとか、まあ、ちょっとこう2倍のねこう薄めて希釈とかいろいろあるんですけれども、ああいったのは大変、よろしくないです。ダイエットになぜかというと、あの甘味料がたっぷり入っていますし、良くないのがその人工甘味料ですよね。これを取ってしまいますと腸がもう疲弊します。もう疲れちゃうんですよ。うわまたこんなの入ってきたってになるわけです。もう大変、もう消化吸収するのがもうやだってね、動かなくなりますよ。もう働きたくないってなるんですよ。そうなると太ってしまいます。で特にそういった甘味料、まあ、甘味ですね、甘みを取ってしまうと太りますから、そういったもので取らずに蜂蜜で取ってくださいね。まあ、こちらもできればですね、国産の蜂蜜が安心ですよね。 100% 選びましょう。ピュアハニーですよ。でこちらは小さじ1/2、あ、すみません、リンゴ酢は大さじ1ですね。純リンゴ酢大さじ1です。もうたったこれだけで簡単に作れます。でこちら私ですね、一回その熱々のお湯に、まあ、この材料でこう飲んだら、結構そのお酢の酸味がありますから、こうね、ゴーゴーってね、あのむせます。なので熱々だと、その熱々のその湯気でですね、そのお酢がまあ入ってますから、グーってこうむせやすいので気をつけてくださいね。やはりお酢ぐらいの5、60度でこうゆっくりゆっくり流し込んでいただく方がむせなくて済むと思いますから、気をつけてください。でもし酸っぱいのが苦手っていう方は、あの大さじ1の半量でいいですよ。あの大さじ 1/2 でもいいと思います。そして
お湯割りの効果なんですけれども、よくお水であったり炭酸水であったりは割って飲むレシピもあります。それはそれで良いんですけれども、さらにお湯割りにされるとその体、特にこの腸が温まるんですよね。冷たいね、氷をガンガン入れたりとかですね、もうキンキンに冷えた炭酸水とかで割って飲まれますと腸がね冷えてしまうんですよね。そうすると腸が動かなくなります。冷えってなるわけですよね。もうこんな冷たいのが入ってきてもう動けないってなるわけです。そうすると太ってしまいますから、やはり冷たいものは適量なんですよね。冷たいものを飲んでしまわれた後はちょっと温かいものをすぐ入れていただいて、腸をねやっぱり冷やしたままにしないっていうことが大事です。もうこれがダイエットを成功することができるかできないかの分かれ道ですよ。体を冷やしてはダメです。なので腸が温まるとその腸の蠕動運動が活発、要するに腸がですね喜ぶわけですよ。もうやったって、もうこんなに温めてもらえてもう嬉しいハッピーってことでですね、よし頑張るぞってやっぱり動くわけですよ。まあ、人間もそうですよね。もう寒いともう外にも出たくない動きたくないってなるじゃないですか。それと同じでも程よくこうじんわり温めてくれるともうなんだかこうポカポカしたね、もう今日もですね外、この別府市のお外もポッカポカ陽気で本当気持ちがいいんですけども、あこんな日だとちょっと出かけてみようかなとかお散歩行ってみようかなって思うじゃないですか。もうそれを同じ状態をあなたの腸にも作って差し上げてくださいねってことなんですよ。ただし飲みすぎは NG です。後ほど効果的な飲み方、ダイエット向けの飲み方最後にお伝えするんですけれども、だいたいこちらの分量を毎日飲むことが大事っていうのと、1杯から2杯までです。リンゴ酢は1日あたりの摂取量がもう多くても大さじ2杯まで、特にそれ以上取ったとしてもそんなにダイエット効果は変わりませんし、逆に胃を壊したりこう胸焼けがしたりですね、かえって体調不良になる方も多いので、痩せるんだからいっぱい飲まなくちゃじゃないんですよ。痩せるための適量、ベストな量っていうのがありますから、その量をコツコツですね、いろんなアレンジメニューで召し上がってくださったらもう十分なんです。もうそういったデータも出てますから、いっぱい飲まなくっても大丈夫ですよ。そしてまずは12週間続けて飲みましょうなんですよね。何でもそうですけれども、今まで作ってきた体質を急にここその数日間で変えるっていうのはできないこと、そもそもお体がそういうふうになっていないので焦らなくてもいいんですよっていうことなんですよね。例えて言うなら、例えば小学校2年生の時にククって覚えますよね。 1×1 から始まって1の位から、その全部のね、その句を覚えるのにたった2、3日で覚えれますかってことですよ。もう繰り返し繰り返しコツコツしたからこそ、もう何十年数十年経っても今でも私たちって言えますよね。自転車乗るのもそうですよ。もう繰り返し練習したからこそ数年乗らなくったってすぐ自転車って乗れるじゃないですか。それと同じです。ですからやはりコツコツ体質や習慣を変えるためには、急にその短期間で時々するではなく、習得するまでコツコツです。でそのためにやっぱり体質改善っていうのは3、4ヶ月かかるって言われてるんですよね。ですからこのリンゴ酢のお湯割りもせめて最低でも12週間ですよね、3ヶ月ぐらいは続けてみてくださいねっていうことです。ではここから具体的にその作り方、実演の動画をご覧いただいた後に効果的な飲み方をお伝えしてこの動画を終わりたいと思います。ではまずここから実演動画をご覧ください。どうぞ。
かがだったでしょうか。実演動画でもう完璧にあなたも美味しいリンゴ酢のお湯割りを作ることができるんですよ。ではここで最後に効果的なこのリンゴ酢のお湯割りの飲み方についてあなたにお伝えしますね。まずポイントは食前や食事中に1杯飲み切る、約 200ml ですね。ここがポイントになります。でまた食前と言いましたが、ここ注意なんですけれども、もうほんとお腹ペコペコの空腹時には飲まない方がいいです。なぜかというとリンゴ酢は酢ですから、その酸味が強すぎて、先ほどもお伝えしました通り胸焼けがしてしまったり、胃を逆に荒らしてしまったり、ちょっとこう最近ですね、こう胃が荒れてるな、なんかこう調子悪いなっていう時にいきなりこのリンゴ酢のお湯割りを飲まれてしまいますと逆効果になりますから、ちょっと例えばお食事の前にお茶を飲んでいただいたり、お味噌汁などのこう水分を取っていただいた後にこのリンゴ酢のお湯割りを飲むのもいいですし、お食事中に一口二口と少しずつこうゆっくり流し込んでいただくように飲んでいただくと丸です。でまたポイントは太るもと、糖質ですよね。お米だったりパン、パスタ、うどんとか、そういったもう糖質のですね、もうオンパレードみたいな塊を召し上がる時に一緒にこのリンゴ酢のお湯割りを、まあ、お米例えば一口召し上がったらリンゴ酢を飲むとかね、パスタを食べたちょっと一口二口入れた後にまたその途中でリンゴ酢飲むとか、時々のその食事の間合間に少しずつ入れて差し上げると、先ほどお伝えした効果がアップしますから、糖質のその急上昇、血糖値の急上昇を抑えてくれるのがその都度その都度できますので、ぜひちょこちょこです、もうちょい飲みちょい飲みでお願いいたします。で繰り返しますが、もうどんなに飲んでも1日2杯までにしましょうね。これ以上飲んだとしてもそんなにダイエット効果は変わりませんし、そもそも体調を崩してしまいますから、ここはくれぐれも守って差し上げてください。あなたのために、あなたの腸のためにぜひお願いいたします。さあいかがだったでしょうか。この動画ではリンゴ酢のお湯割りをお伝えしました。もう特にこのお湯割りというのは体温が上がることで代謝が上がって脂肪燃焼効果が上がるという飲み方になります。ただ、まあ、お湯割りばっかり飲むっていうのも飽きてしまうと思うんですよね。私もそうです。なので飽きないことです。大事なのはまずは12週間続ける必要がありますから、そのためにも私は別動画でこのお湯割り以外にもいろんなリンゴ酢を使った、まあ、ドリンクであったりデザートであったりお食事メニューであったり、いろんな動画をねご準備しておりますから、ぜひそちらの動画もご覧くださいね。お役立っていただけたらとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。